こんにちは、夕刊ネット IB です。中国上海のお隣浙江省の温州市は今世界不況の煽りを受け苦境に立たされています。チャイナビジネス最前線、今回は浙江省温州市の現状についてレポートします。上海から南におよそ500キロ、高速鉄道で5時間半ほど走ると温州南駅に到着します。温州市の人口は300万人、都市部はブランド品のショップや豪華な百貨店などが立ち並んでいますが、車で少し走ると温州市のシンボルともいえる本屋街が見えてきます。温州は古くから貿易が盛んな町として知られています。こちらの問屋街は13万平方メートル以上の敷地に衣料品、靴、カバンなどを扱う中小零細企業が集まっています。大半は世界を相手に貿易しているためか、不況の煽りをまともに受けている現状があります。現地の報道によると、去年1年間で倒産や夜逃げをした中小企業は温州市だけで100社以上に上り、去年秋には経営者の自殺が連続して3件発生したということです。金融機関の貸し渋りなどにより中小企業が資金繰りに窮する中、高金利の民間金融が暗躍、一部では大儲けした経営者もいたようです。ただ政府の監視が強くなりにつれ、民間の貸金業も衰退、中小企業の倒産に拍車がかかっているということでした。温州市は開発の成長が著しい都市部と中小メーカーがひしめく問屋街、2つの顔を持っていました。中国の地方都市は今世界不況と一生懸命戦っていますが、悪い循環から脱するのはなかなか困難なようです。以上、夕刊ネット IB ニュースでした。